さんこんにちは、加藤恵里奈です。十勝の民謡を発掘しようということで新得町に参りました。昭和11年にこの曲が作られましたが、十勝招き節という曲をご紹介したいと思います。さあ今日はシンガーソングライターの流さんにゲストにお招きしましてお送りいたします。十勝招き節です。招き節お聞きいただきました。ここからは流さんにですねご出演いただきましたのでインタビューをお願いしたいと思います。まずはこちら新得町に来ておりますけれども、スローインフーさんで撮影させていただいております。ご協力ありがとうございます。シンガーソングライターの流さんなんですけれども、もう私の憧れの方でございます。私の YouTube チャンネルにですね、心よくゲスト出演ありがとうございます。なんでもないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。十勝招き節、先ほどご紹介したんですけれども、昭和11年に作られてから、私民謡界で育ってますが、実は一度も聞いたことがなくてですね、すでに流さんがカバーで歌っているということを聞きました。はい。で、ライブで、なんとアカペラで歌ってらっしゃったと聞いたんですが、はい、何年ぐらい前から？ですね、きっと2016年に音更町文化センター大ホールで開催した、はい、ワンマンライブの時に披露したのが広く歌った時だったかなってうろ覚えなんですが、はい、はい、思います。で、十勝招き節の、作詞作曲者と深いご縁があるということで、ちょっとそこのあたりもですね、はい、聞きたいのですが、はい、作曲者が私の祖父、おじいちゃんなんです。はい、佐藤宗月という名前で、地元十勝で民謡歌手として活動しながら楽曲の制作などを行っていたのがおじいちゃんなんですよね。すごい、この、ま、なんかこう巡り巡って今私にこうストンと落ちてきて、なんかねとっても嬉しいです。で、新得町のですね菊池さんという方にお世話になりまして、十勝招き節を、音源を分けていただいて、流さんに連絡させていただいて、このようにゲストに来ていただけたということになります。この曲を通してですね、十勝の観光大使の私なので、十勝にまたこう発掘した民謡を広めたいという思いで今日撮影させていただいております。この曲を聴くと本当に子供から大人まで親しめる曲だなというふうに感じますけれども、十勝のこの風景をたくさんご紹介している歌詞があります。流さん、十勝の好きなところってどこですか？すごくたくさんあるんですけど、やっぱり私は18で上京して歌手を目指すんですけれども、はい、田舎を離れたことで分かる十勝の良さがたくさんあって、で、その中でも、もう
ここの景色がすごく好きだったんだなと実感したのは日高山脈なんですよ。出ました大好きだったんだなということを帰ってきてから感じました。はい、あの冬の凛としたドンとしてる姿も、ああいう姿にすごくあの勇気をもらってたんだなということを、はい、感じました。大好きな場所です。私もですね、はい、日高山脈大好きなのでお伺いできてとっても嬉しいです。歌詞の中にはですね、おいでおいでおいでという言葉が入ってるんですけれども、コロナが明けましたらですね、皆様にまたこの十勝にぜひ遊びに来ていただきたいなという思いも込めて2人で歌わせていただきました。次回なんですけれども、流さんにもっともっと私インタビューしたいと思います。第2弾考えておりまして、次回の YouTube は流さんのインタビューで、はい、また、これまでの音楽活動と今後の音楽活動を聞いていきたいと思いますので、ご覧になってください。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは今日は十勝招き節、流さんをゲストにお招きしてお送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。聞いてね。暮らせるユートピア、おいで。